マークで。それでは小池知事の会見を始めます。まず私は築地市場の再開発を含みます市場の新たなプランについて、都の職員の方に指示をまとめるように指示をいたしたところでございます。築地は守る、はい、守る、そして豊洲を生かすということを基本方針の1とさせていただきます。築地の後は築地ということも言えるかと思います。築地市場は長年培ったブランド力、そして地域との調和を生かして改めて活用することが、この大切な宝を生かす方法ではないかと考えます。そして豊洲市場、一方で豊洲市場の問題でありますけれども、地下空間の追加対策については先日の専門家会議でもご示唆のあったところでございまして、また地下水管理システムの補強策という点も先立っての専門家会議で指摘のあったところでございまして、これら安全対策を講じた上で豊洲市場を生かすべきではないかと考えます。さらにこの豊洲市場でございますが、冷凍冷蔵加工などの機能を今もこれをベースに作られたものでございますけれども、そこを一層強化をして IT を活用する湯引き達す社会の物流総合物流拠点となる中央卸売市場になると、このように考えております。日本が育て守ってきた築地の伝統やブランド、私はこれらを守っていくんだという、その信念と、豊洲で累積してしまう赤字という将来の負の遺産は残してはならないという、次の世代への思いと、これから日本一の世界に誇る築地ブランドからの食に魂を込めまして、この築地を再開発するという基本方針を判断するに至ったことでございます。築地市場につきましてはですね、5年後を目途として再開発をしていく。でその後、食のテーマパーク機能を有する新たな市場として東京を牽引する一大拠点とするという考え方であります。